ありがとうございます。もう一回やり直し。ありがとうございます。田中先生がね、こういうことよく気がつかれるんで、これは歌手ラフ新報でしたか、ラフ新報にね、灰皿っていうところにこういうのをね出てるって言って持ってきてくださったんだけど、皆さんもねこれ非常にこの間ちょっと読んだけど今詳しく読んだらとってもいいんですね。家族解体っていうから家の中がねめちゃくちゃになってね、みんながこう別れ別れになったというような感情の問題が、がんが発生する一つの原因として挙げられる時が来るかもしれないって、こういうふうに書いてあるんですね。それからね、エモーションが心臓病や胃潰瘍や頭痛などとなどの関係がであるように、がんにも関係のあることがだんだんに確かめられているのだと、PA 通信が学者たちの研究を紹介している。これはね、がんもねやっぱり心のね原因だっていうことをだん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 こういうふうに言われだしたんですよ。それからね、20年ほど前に医学者で著述家である日本の一新聞人がアメリカでしばらく過ごして帰国の途中ロスアンゼルスに立ち寄った時、サイコソマティックメディシン、精神身体学の話を聞いたことがあるが、PA 通信によるとエモーションががんの関連性については30年近くジョンス・ホプキンス大学で研究され、最近その結果を発表されたのだという。精神と病気との関係を認め、病気の治療に心理学の原理と方法を用いる精神身体学はそれから忘れかけられていたが、最近また関心を持つ学者が出ており、例えばスコットランドの、グラスゴー大学ではデビッド・キッセンという教授が、がん患者の大部分が鬱憤を発散させ不満を晴らすことを知らないってことに気がついてかね。だから谷井先生がね、こういうがんでも何でも塊ができるのはね、塊ですよね、がんっていうのはこう塊でしょ。塊ができるのはね、心の中に塊があるからだってこう言ったのね。非常に先生は簡単に言ってないでしょ。だからこらえたり我慢するっていうか、いつもこうじーっとこらえてね、そして我慢をしてると、そういうがんが発生するということが言われた。それとね、もう一つここにね、もうちょっとそういうことが書いて、医者がそういうことを書き出したのね。で、まあ、新聞にこういうことが出てたら面白いですね。それからね、もう一つここにね、がん患者は堅苦しく権威主義者なところがあり、性的な衝動や敵意の衝動を解決できず、感情的な吐け口を持っていないとか、社会的な制約を心臓麻痺になる性格の人よりもよく受け入れ、いろいろなことのコミットして、ことにコミットして善良であるが、うちにこもるので自分の健康に良くないのだという、そういうようなことが新聞で言われてるんですよね。だからがんはね、頑固だっていうことをよく言うのね。がんは頑固だから、皆さんね、がんにならないようにするには頑固にならないようにせんというかね。それからやっぱりその塊があるっていうこととね、もう一つはこのいつも私が言いますように、山いだれね、品物を山に積んだ病気っていうのはね、これは気をつけないかんね。品物を山に積んだ病気と書いてあるでしょ。物って言うと物ばっか貯めとるとね、ちゃんと病気になってがんになってくるってことね。だからがんっていうのはね、そういう精神的なものとね非常に関係があるっていうことをね、また言い出した。谷口先生が心とがんっていうのを書かれてね、がんが治るなんていうことを今言うとね、医者は大概反対しますよ。そういうことを言うから成長のやすかんとかね、インチキだとかって、そうじゃないんですよ。そういうことをね、僕も本当はそれ一番先言うた男だからね。がんがね心で治るかって言ってね、私は頑張ったんですけどね、本当はそうじゃないんですね。どんな病気でも全て心の原因があるっていうこと、心と肉体とはもう絶対関係があるんですからね。だからそういうふうにして、ことを知りますとね、そういうことを知りますとね、人間はねとにかく腹立てずにね、どっちかっていうとこう楽しく生活する方がいいね、楽しく生活する。だからね、まああんまりこう頑固にならずね、それかして
こう溜まっちゃいかんってやたら人を怒り飛ばしとっても誰でもカーカーと怒っとったらこれ中分になるからね腹だったら血圧上がるっちゅうしね、これなかなか大変だわね。腹も立てられん、こらえてもいかん、どうしとったらいいかいつも笑ってね、楽しい生活すればいい。だから病気にならない生活というのはね、毎日ね、ありがとうございます、ありがとうございますって感謝の心ですよ。もう感謝の心が最高なんですね。だからね、どんな嫌なことが起こってもね、この嫌なことは私の魂を磨いてくださるためなんだと、私がね、あの人を悪いと思ってるから相手もこちらを悪いと思う、悪く扱うんだということをね、常に思わなきゃいけない。私はいいんだけど相手が悪いと思ったらこれ腹立つからね。しかしね、どんなに相手が悪く見えてもそれは私の心が映ってるんだというふうに考えてね、こちらが相手にこうそういうことを考えて、今までね、僕なんかでもしゃぐさっとった人に、いや私が悪かった、あんたは私が憎んでたから腹立ってたからあんたがこんな態度取ってたんだ、すいませんっていう気持ちになって、自分が本当に相手に愛情を送るとね、相手がコロッと変わるんですよ。これ不思議ですね。結局ね、その人が悪いんじゃないんですよ。こちらが相手を悪いと思ってる心が反射してるんだっていうことをね、相手は鏡ですからね、そういうふうにね、取らなきゃいけない。そう取っていったらね、どんな出来事でもね、自分を反省する鏡であると。だからね、皆さんが顔にゴミをつけてね、こう歩いてたらみっともないでしょ、これ。それで鏡を見て、ああ、ゴミがついてるとこう拭きますわね。それと同じように、相手が嫌なことが起こってきたら、ああ、私の心が間違ってると思って、ゴミをしょっとこう拭くと同じことなんですよ。そうするとね、人間は非常に楽しくなるんだね。そういうことがピシッと分かっていくと楽しくなっていく。だから金儲けなんだもね、会社の社長さんでもね、もう今までもう一生懸命張り切ってカッ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 やってね、そして部下を叱り飛ばしてやったこうだこうだこうだって、どうもうちの会社はわしがおらんとどうなんなんて言ってね、カッ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 やったんでしょ。成長の部屋ってありがとうございましてニコニコ笑うと、みんな働いてこっちはポーっとしてらえと、これ本当そうなるんですよ。これはもう本当にね、僕なんかでもね、自分で一人でカッ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 やってる時はね、絡まない人もね、誰も動いてる、自分だけカッカッカッカやってね、ここで人が動くから呼び払ったってカッ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 するよね、6月おらんなんてね、言うとった。何考えてみれば、社長によう似たのが集まっとんだから、6のやつおらんったらわしに似たのが集まっとったね、ほら。もう言わん方がいい、黙ってこれからこの頃言わんことにした。だからね、練習道場でもね、面白いんですよ。責任者がね、ノイローゼから治った人がね、成長に入ってからね、もうそれでね、練習道場やり始めるとね、その練習道場の責任者がノイローゼばっか送るのね、こっそーっとね、あと不思議にそうなるんです。責任者がノイローゼをね、治った人はね、ノイローゼがね、私なんかも結婚したら、もうそれ結婚じゃない、練習成長に入ってこう個人指導始めたら、なんと夫婦関係ばっかり来たね。わしが喧嘩しよったからね、わかないとかなり文句言ったからでしょ。そうするとね、そういうのばっかり来るんで、不思議なもんですね。ああ、でもセックスの話ばっかり来よったね、これ。やっぱり好きやったよね、こっちが。そんなのばっかり来るね。近頃だいぶそういうのはこう卒業しましたね。もうね、だからね、夫婦喧嘩がね、治った人はね、夫婦喧嘩治すの上手だしね。あるいはね、自分が酒飲みが治った人は人の酒治すのうまいしね、肺病治った人は肺病治すのうまいしね、がんの治った人はがんの治すのは上手なんです。だからね、谷井先生が言われたことありますよ。私はね、病気を治すのが上手だっちってね、病人ばっかり自分のところに来るっていうのはね、病人がうんと個人指導に来るっていうことはね、自分の頃にまだ病気の頃があるんだって言われたことある。私はこれはもう病人来てもらいとうないと思ったね、本当にその時に。そのぐらいね、先生はっきりしてないんです。自分の頃の表れなんです、全部ね。だから金が儲かるのもね、損するのもね、全部ね、会社の社長のね、一つの気持ちなんですよ。だからこの前ちょっと申し上げたけど、ヤシカの金子社長でもね、向こうで申し上げたけども、明日ここへメキシコから帰り明けに僕にわざわざ手紙を押さえてね、会社の大会社の社長ですからね、私に手紙を押さえて会いたいなんて言われることはめったないんですけどね、僕のところへ、ここの社長の上田さんからもね、僕のところへもこう来てるんですね、手紙。そしてもう本当にね、成長のおかげでね、今会社がもう倒れかかっとったのが立ち上がったと、そしてうまくいきましたって言ってね、それであんまり偉いですね、自分とこのね、新入社員とね、
幹部をね、河口湖のね、養成所があるんですね。ああいうその能力開発センターって、そこへね、毎たくさんやってね、新入社員なんか何回も何回も何回もやることにするって言ってね、ちゃんと書いてきました。だからね、もう成長の教えで会社を再建するんだっていうことを言ってくれたですね。もうあの会社なんかね、もうほとんど不可能って言われとったのがね、労働組合で 毎月もう全然働かん人に3000万円の金払っとったんですからね、10万ドル払っとったんですよ。毎月10万ドル払ってください会社、そういったらね、他のものが増えるんですよ。ところがね、他の社員たちがね、金子社長がこれだけ頑張ってね、この会社を再建しようとしてんだったらね、私たちはボーナスもいりませんって言ってね、頑張ってね、そしてボーナスもいらないから一生懸命やりますって言って、その金子社長の人格に惚れてね、それでみんながね、そういうお金はいらないって言ってね、働いて歯を食いしばってね、頑張ってくれとった。ところがこの3000万円がいらなくなったんで、一番喜んだのは全体の社員ですよ。社長さんよくやってくださったって言ってね、ほら無駄な金、純利益から毎月10万ドル出てくるんですね。大変なことですね。そういうことが今度来て詳しくお話してくださるそうですけどね、もう素晴らしいことが起こってる。で、ここの上田社長なんかでも、もう自分が今までね、部下をこう怒ってね、ああせもうこうせでもう自分がキリキリしとったのが、この頃はもう自分がね、なんか人を褒めてね、ああありがとうおかげでって言ってやっとったら、みんなも働いて私はもう仕事がなくなったって言って言ってるね、ニコニコニコ笑ったらいいんだって言ってね、笑うのが仕事になったって言ってね、今言っとられますよ。だからもう全然自分の職場が変わってしまった、ちょっとしたことで変わってくるんですね。だから皆さんもね、この幸せとかね、幸せでないとかいうとか、仕事がうまくいくとかいかないなんていうことがね、もうがんですらも心によって変わっていくんだったらね、職場のこういうも関係とかそういうものはね、もう心によってね、どうでも変わっていくんですね。だから皆さんも一つね、そういう意味で心をね、ほんとこうどういうふうに持っていったらいいかっていうことを勉強されてね、ちょっとしたことを人に教えてあげるといいと思うんですね。教えてあげてください。はい、それでは224ページ。人の病気を治すにはどのようにしたらいいですか。ここにね、こういう病気を治すと書いてあるとね、肉体的な病気だけだと思ったらいけませんよ。病気というものはね、貧乏も病気です。争いも病気です。それから、いろんなね、この問題は全部病気ですね。人の病気を治すには、その人の病気を自分のうちに摂取しなければならないのは、洗濯屋が汚れ物を洗濯するには、一度それを自分の家に持って帰らなければならないようなものである。ここはね、ここはね、人がね、直してあげるときには、相手の気持ちになってあげることが、これが相手をね、洗濯を持って帰るようなもんなんです。相手が悩んでたらね、ああ、やっぱりね、こう、大変だなって言って相手の一緒になってね、この間言った同時同日の心ね、相手の悲しみを自分の悲しみにしてあげるっていう、そういうとこです。これが谷口先生がね、成長の家で、人を救う個人、地方講師の方の大事なことだって言われますね。相手が病気になってるのをね、ああそんなのはこういう心の陰だって自分がピシャッと高いとこからね、ピシャッとこう人に言うようなことをしとったらね、相手が反感を持ちます。絶対ね、それが分かっててもね、相手のところ下がっていかなきゃいけないね。僕が病気をした時なんかでも、もう普段看護婦なんか見とってもね、美しいなんて思ったことないのね。ところが自分が死にかかってみると、こう寝ながら看護婦を見るとね、鼻の穴が大きく見えるんだけどね。こう寝てるからね、上から来るんだけど、下からばっか見とるからね、あんな看護婦ってのは美しいと思ったことないね。それはこっちが死にかかって寂しいでしょ。脈を取りに来たり注射しに来てくれるのが嬉しくしょうがないんでしょ。天の使いだね。白衣の天使って言うけど、その時本当にそうだと思ったね。ああ、いう美人と結婚したじゃらよかったななんて思ってね。ところが治ってみたら、あんなブスはあれへんね。でもまともに見られんのよね。大した女じゃないんですよ。それはやっぱり心の問題なんですね。だから看護師さんがね、親切に来て大変ですねとか苦しいですね、もうちょっとですよとか言ってくれる言葉がね、その美しく見せるんですよ。
機械的に着たんでは美しくないんですね。だから真っ白い着物を着てきてね、そして自分の病気を治してくれようとする愛の表情がね、美しく相手を感じさせるんです。これが人間のね、美というものだと思うんですね。それは相手の病人のところに下がってきて脈を取ってあげたり、注射をしてあげたりね、頭痛くありませんか、どうですか、今日はどんな状態ですかとこう聞いてくれるのがね、自分のところ下がってきてることなんですよ。それが大事なことでね。だから人を指導するときに自分の部下でもね、俺はお前より偉いんだと、なんだってこれやろうって言ってこう上から指導したらね、相手はねバーンと、子供でもそうね、反感持ってってなかなか言うこといかない。ところが、そうか、お前しかしね、まだ25だろうと、俺の25の時はね、もっとお前より悪いことしとったよっていうようなことを言ってね、自分の若い時の話をしてね、それで話をし合ってるうちに、そして君は25だからまだ俺よりずっと素晴らしいよってこう言われたらね、なんとなくまあ親しみが出てきてね、こうすぐこうこの人の言うことを聞こうかっていうことになるんですよ。ちょっとしたね、そういう相手をね、指導する時には必ず相手を自分の中にこう取ってこなきゃいけない。自分の心とね、相手の心がね、こうつながらないと絶対指導できませんよ。柔道でもそうですね、剣道でもそうですからね、必ず相手の力で、日本のね、武道っていうね、日はね、この自分の力で相手をね、押し倒すんじゃないんです。だから体のちっちゃいものが大きいものを投げるんですね、この道に乗っ取ったっていうのはね。だから相手がね、こう大きいのはね、向こうの力でこっちが投げるっていうんですね。武道っていうのはね、日本の武道はそうですよ。だから相手の力が、相手が来た時にそれをこう投げる。だから合気武道のね、合気道の上芝っていう人は、これはね、背もちっちゃい人なんですね。本当にね、痩せたおじいさんだったそうですね。ところがその合気道の先生が、天竜っていう相撲取りがおりますがね、私は満州にいて知ってるんですけどね、天竜っていう六尺豊かな大きな相撲取りですよ。それが満州にいる時に、この僕と話したことあるんですがね、そしたら合気道の先生のね、上島先生と一緒に山へ登ったって言うんですよ。山へ登る時ね、天竜ちょっとすまんけど、わしを押してくれんかって言って、こう後ろからね、こう押さえしたって、あ、こんな小さいのわけないと思って、相撲取りですから押すの得意ですからね、押し専門だからわけないと思ってね、スーッとこう押してね、行こうとしてね、あるところまで来た時ね、ふっちで止まったらね、もう何ぼ押しても動かんって言うんです。こんな小さいのが動くはずがないって言うの、動くはずがないって言ってね、クックって汗かいても動かないって言うんですね。これはやっぱり一つのね、この道なんですよ。こういうのはね、相手の力はね、上島先生にしたら簡単なことだって言うんです。相手の力を抜いてるんだって言うの。抜いてるったって声を押してんだからね、どうやって抜いてるか分かんないけど、とにかくこの間、今度の上島先生の息子さんが第2代ついてますけどね、僕は1時間ほどの人と話したことあるけどね、その先生でもね、こう力、相手の力をスッと抜けばいいんですよってこう言われるよね。だからもう相手の力を使って自分が相手を投げるんだってことを常に言われますよ。だからね、こういう我々はね、この人を指導するときね、相手の力をね、もうよく知ってね、相手の力をこう逆らわずにスーッと流していくと、相手がね、非常に楽に思うとおり動くんですよ。これが日本の道、道ですね、道です。で、その次こういきましょう。だから道非道苦の感情を起こしてとかね、道苦、さっきはこの間は道自道非だったけれども、道非っていうのはね、同じ悲しみ、同じ苦しみ、この同じっていうのはね、どういうことかっていうと、相手の悲しみを自分の悲しみとし、相手の苦しみを自分の苦しみとするっていう意味です。同じことっていうのはね、相手の苦しみを自分の中に取ってあげる大変だったねっていう気持ちを起こして、かわいそうという哀念によって、相手の苦しみ悩みを自分自身の苦しみ悩みとすることである。いっぺんお話しましたけども、あれがありますね、成長の家では嫌いで嫌いで嫌いでしょうがなかった奥さんが、
隣の奥さんがね、まあそんなこと言わんと行きましょうって言って連れて行かれたのね。それでまあ一番後ろの方でこう壁に腰掛けてこうやってシャーン顔して聞いてたのね。そしたら先生の話が済んで勝手なことばっかり言ってるなんて思っててね、下向いて聞いとったら、その人いらっしゃいって言ってさっと隣の人が連れて行って、その先生の前にすっと座らせたのね。でその隣の人が今ね、この人はね、仙台のね、宮城県の白鳩会長してますからね、嫌いで嫌いで仕事なかった人ですよ。それでそれがどうしたかっていうと、そこにおって、この人はね、先生こんなかわいそうな人で、こんなかわいそうな人でね、こんなんですよってこう言ってるのね。それと自分は嫌で来てるんだから、自分の過去の苦しみなんてものを人に言いたくないんでしょ、聞かしたくもないわけ。そうするとこうやってね、下向いてね、私のいらんことを言って恥かかすと、私のんなこと言わんでもいいのにと思って聞いとったって言うんですよ。そしたらもう全部そのこと終わって、あんたもね、言ったらね、その先生がね、こう白いひげを生やしたお年寄りだったってのね、この年寄りってのがいいんですよ。そしてね、お年を召しとったね、この人がね、一番先に言ったことがね、真理を知らないとは言いながら随分苦労されましたねって言った。そのね、あんたは真理を知らないとは言いながら随分苦労されましたねって言った、その言葉がね、本当にそういう気持ちでね、自分に響いてきたっていう。今までね、何をという思ったのがあんまり親身に言ってくれるから、ひょっとこう目を開いて相手を見てみたら、そのおじいさんのね、両方の目から涙がポロ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 こぼれてたっていう。相手の悲しみを自分が悲しんで泣いてあげるっていうことをね、ここまでできたら本当の愛ですよ。そしたらね、その涙見た途端にね、もうその今まで成長の嫌いとか何とかいうの忘れちゃったのね。はあ、今まで私がこんなに苦しんでんのにね、親戚の人だってね、私の親戚までね、誰だって私のために泣いてくれた人は一人もいないと思ったね。この先生だけ私のために泣いてくれたと思ったらね、もう今までのこう成長の嫌いとか何とかと忘れて、その先生の膝にね、うわーって抱きついて、先生すいませんちょっとってね、そしてそれっきりもう変わってしまったんですね。この同志っていうのはね、これが素晴らしいんですよ。だから皆さんでもね、人が病気になってるんだったら、そこ行って一緒に泣いてあげるようなね気持ちになったら治るんですよ。それを言ってから、あんたの心が間違えてるんだ、それから病気になる、分かったか、同じこと言ってね、帰ってくるとこのクソったれがっちゃうからね、何言うとる生意気なってことになるんですよ。わしの苦しみも知らんでって言ってね。それからまたね、自分だけのね、特別の苦しみみたいなことがたくさんあるんですよ。僕らがよく言うとね、お産なんか大したことない、ポロッと出る言うとね、産んだこそないくせにちゅうこよわしはそうだから、クソしたことあるって言うね、クソしたこと同じだって言うね、子供のものもクソしたもんないやって言うとね、クソと子供と違いますけど、怒られるけどね、だって出るものは同じじゃないかと、蝶々をわしやって、時々大きなのが出て字が切れることあるわちって言えちゃったね。もう本当にね、まあ冗談のように言うけどね、そうなんですよ。だからね、私たちがね、お産のはあんたなくポロッとで男だから勝手なこと言ってるとかね言うけどね、だってたくさん僕らお産しているから知ってるのね。女よりよく知ってる、女は自分だけしか知ってないんだから。このね、相手の悲しみを自分の悲しみにし、相手の苦しみを自分の苦しみにしてあげるっていうことがね、これは成長の人の一番大事なことです。だから夫でもしてもね、自分の子供にしても苦しんでるのをね、こう、私は成長の知ってるから、お前たちは何だ知らんからこんな目に遭うんだっていうような気持ちでね、人を見下すようなことで言うと、おばあちゃんは成長年のくせにね、成長年振り回すって言ってね、嫌われる、冷たいよって嫌われるんです。夫婦でもそうですね。だからこのとこよく気をつけられて、これは非常に素晴らしいことです。それはラザロの死を見てイエス涙を流したため、イエスがね、ラザロはね、これは復活してね、もう死んでから4日も経って匂ってたのはね、ラザロにイエスがね、立ってきなさいって言ったら立ってきてね、もう治ったんですよ。それだけ治す力を持っているね、イエスでありながらね、ラザロが死んだということを聞いて、イエスは悲しんで泣かれたんです。それが大切なところですね。泣いてあげるんですよ。の境地である。
彼が憤りによって病気になったのなっているならば、いか起こるのも最もだと同情する哀念が起こるべきである。だから人に腹立ってね、自分が病気になってる人があったらね、それあんたが起こるの無理ないよって言ってね、無理があってもね、無理ないよって言ってあげないからね、相手の気持ちに本当に無理ないよって言ってこう言ってあげることによって、スッと相手が自分の心につながってくるんですよ。これは相手の病気の原因が根がですね、どこにあるかを知るためでもある。同情のない砂漠だけでは治す力は少ないのである。これがね、成長の絵の私たち、先生の弟子として一番気をつけなきゃいけないのはね、心の法則を知るとついあんたの心が間違ってると言いたくなるんです。これはね、それをもう一遍こう考えなきゃいけない。同情のない砂漠だけでは治す力は少ないのである。こういう筋引いておいてください。これね、さっきのね、3行目のね、一番下のところで、自分のうちに摂取するとは、同悲同苦の感情を起こしてかわいそうという哀念によって、相手の苦しみ悩みを自分自身の苦しみ悩みとすることである。ここへ筋引いておいてね。それとその次にね、同情のない砂漠だけでは治す力は少ないのである。かくて同情によって自己のうちに相手の悩みを摂取した後は、もはやその病根である心の悩みは悩みで、いつまでも自分の心を乱しているようなことでは、汚れた水想念を持って汚れ物を洗うに等しいから効果はないのである。そこまでかわいそうだっていう気になってきたらね、その次が大事なんですよ。相手の気持ちまで下がっていって、そこで自分の心に全ての病気と病根である悪しき想念感情を放ち去って、ここね、とっても大事な、例えばね、山の上に自分が、悟りなら悟ってここにいますわね。そうするとここに、ここで苦しんでる人を救うためには、一遍降りてきてここまで上げてあげないかんでしょ。ところが一遍降りてきてね、一緒になって降りたらダメですよ。ここで、ああなんだろう酒飲み直そうと一緒に酒飲んでね飲むのもいいよ、しかし後まで飲んでしまって、もう今度は酒が溺れたらこれ何にもならない。よくあるんですよ、かわいそうな女だってって同情して、その女と一緒になっちゃってね、こっちはくたびれてる人がある。変なのにね、引っかかるのはそういう人が多いんですね。だから同情をね、気をつけ、同情が愛になった、愛になっちゃってでしょ。土壌が愛になって愛が恋になるっていうかね、いろいろあるわ。ヒゲが生えたのがね、愛になるからね、恋になる、まあ、ならどうでもいいやだからね、いいですか、声一点下がったらね、もう一度自分をこう上げて一緒に引き上げてあげることね。これが、ところがね、かわいそうだって言ったらかわいそうだけに引っかかってしまって、そこでこう下に追っては何もならないんです。これを上へ上げていくためにはね、それどうするかっていうと、病根であるね、悪しき想念感情を捨ててしまって放ち去って、彼は神の子であるから病気もなければ今だかして起こったこともないのだと実相念ずるようにしなければならない。この実相念じてあげる、これ筋引いておいてください。これは大事なところです。だからね、例えばかわいそうだと思ってもね、このかわいそうなのはね、本人の迷いがこういう状態になったんであって、本人はもっともっと素晴らしいんだとしてね、その迷いを一遍断ち切って消してしまうことね。これができるようになったら素晴らしいんですよ。だからね、そういうちょっとしたことですがね、こういうふうにこうなってくるとね、非常に楽なんです、人を指導するときね。これが続々観路の法運の中に、この病気はこの心の迷いの影などと、迷いをいちいち詮索することながら、迷い本来なければ迷いの影も本来なし、この病気は何の罪の結果ならんかと、罪の種類をいちいち詮索することながら、罪本来なければ罪の種類も本来存在せざるなり、何じら存在せざるものを追うことながらと書いてあるね。これはもう素晴らしいことなんですね。と書かれている縁である。すなわち一旦その病気の原因、病気の苦悩などを自己に摂取した後には、病気の姿や原因に心を捉えられることなく、
何時の生命の実相は、久遠の神なり、金剛心なり、不衛心なり、本来円満完全なる仏心なりと、とじーっと自分の自身の実相を定観すれば自分の病気は治り、同じように相手の実相を定観すれば相手の病気は治るのである。こういう数字になってください。何時の生命の実相は、久遠の神なり、金剛心なり、不衛心なり、本来円満完全なる仏心なりと、とじーっと自分自身の実相を定観するってね、定視、定観じゃない、視ですね、じーっと見ることです。それで自分の病気は治り、同じように相手の実相を定観すればですね、同じことですね、こうもすれば相手の病気は治るのである。だからここまでね、下がってあげてかわいそうだなっていうふうに気持ちになることはね、相手の心と自分の心がつながることなんですね。つながることであり、それで相手と手をつなぐことなんです。手をつないで、あんたはしかし神の子だから病気なんかないんですよ、そんな不幸せになることはないんですよって言ってね、教えてあげて、ここへ引っ張り上げてあげること、これが私たちの癒しですね。だからそういうふうにしたらいいんですよ。その次いきましょうか。真の人間は神の子人間なり、真正常円満真円満なる神の子人間なり、この実相をまっしぐらに自覚しさえすればよいのである。しかし実相を自覚して自己を円満完全だと定観するには、まず悔い改め、自己否定がなければならない。悔い改めがなければならない。こういう数字を引いておいてください。しかし実相を自覚して自己を円満完全だと定観するには、まず悔い改めがなければならない。物質、肉体の否定と心の否定である。肉体は本来ない。それは心の影だと、まず肉体を否定し、さらにあんな心を起こしたのは本当の本物の心ではなかった、すまなかった、あれは偽物だったと心も否定してさっさり、そし、しかしてのち円満完全なる罪なき実相を定観するのである。一度心を否定した上でまだくよくよ思ってはならないと。これは前にも申しましたね、この現象なし、物質なし、本来悪なしとこう思うことはね、悪いものがあるじゃないかと思うかもしれないけどね、例えば病気とこう心の中にこの病気を治したい治したい治したい、しかし健康だ健康だと思うと思ったって、病気とこう書いた上に健康とこう書いてみたって、同じ上にこう健康と書いたって、これ発揮しないでしょ、人間の心は。そうでなくてね、病気は本来ないんだと消すんですよ、心の中から言って、それでそれに健康と書いたら、健康は心の中にはっきり描かれてそれが出てくるわけですね。これが大事なことですね。それからそうでなかったらですね、今度はこの貧乏なら貧乏、貧乏というものがあったらね、この貧乏というものを一旦消してですね、私は神の子で豊かなのが当たり前だっていう心を描くことね、そうするとそれが出てくるわけです。それをね、消さないでそれを描こうと思ったらね、心っていうのはね、一つのことを思っててね、また他のことは思えないんです。病気だと思いながら健康だと思うことは無理です。こういうね、こういうものもね、こういうところに一つものがあると、そこにも同じものが他のものが入らないと同じようにね、心で一つのことをこう描いたら、想念持ったらね、他の想念をそれ描くことできないんです。そうすると生えのけてしまうんですね、異物排除って言いますかね。ですからね、同じ健康だっていうこととね、病気だっていうことを一緒に思うことはできないんですよ。どっちかが思うになってるんです。だからね、病気はないんだ、不幸せはないんだと消してしまってね、そして健康だ、幸せだと描くことが大事、ね、まあ消したつもりで持ってるけどね、なかなかそこに難しいとか、それがやっぱり消したつもりで持ってるのね。だから僕なんか会社の社長さんなんかこう指導するときにはもうね、いつってもね、だからね、そういう心の持ち方から指導していくんですね。もう一番最初は非常に優しいね、心のね、科学的なことをね、心ってのはどんなもんかっていうことが話していってね、で心ってのはこういうようなもんだから、こういう持ち方したらいいんだっていうことを言っといて、それがだん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 信仰の話していかないとね、初めから神様の話すると分かんないからね、なかなか。だから、非常に会社の経営なんかでもね、あるいは人間個人の家庭の幸せなんかでもね、本当に心が変わると、もうこんなに変わるかと思うと変わってくるわけですよ。もう不思議ですね。
私なんかでももう小さい会社が日本一になったのはもう 3,4 人いますからね。私ちょっと指導しただけでもね。だからそういうふうになってくるんですね。だから私たちはね、まずね、心の問題、持ち方、この人間は健康なのが当たり前だって思ってるか、病気するのが当たり前だと思ってるか、大変な違いですよ。病気するのが当たり前だと思ってたら病気しますよ。これは当たり前だと思ってるからしますよね。生身だもの病気もするわね、なんて言うとしたらね好きなんだそういう人は病気が。たまに病気でもして休むのが好きなのね。コポーっとやっぱり休もうかなんて病気になる。生身だもの当たり前だなと思っとったら病気になるでしょ。生身だから病気しないと思わなきゃいけないね。生きてんだからね、病気なんかするはずがないんだ。だから私なんかでも本当にこれ成長に入って病気なんかしないのが当たり前だと思ったらしなくなったからね。殺すのが当たり前だと思ったらね、なんとなく幸せになりますからね。皆さん決めなさいよ、タワーですから同じタワーなのに悪いこと決めることはないでしょ。私は貧乏症だなんて決めてる人がある。なんでまた貧乏症なんて決めないかんかと思うんですよ。金持ち症と決めない、金持ち症と同じタワーですよ。貧乏症と決めるのも金持ち症と決めるのも同じタワーだったら、どうせ金持ち症と決めるんですかね。ほら、あれどうも人に嫌われる性分でなんてね、なんでそんなこと決めるの。わしはもう好かれると決めたんだよね。ほら、人が拾ったって構えない、好かれると決めないんだからこれ楽ですよ。でね、どうも明日気が短くてっていう人ね、長くすねえから気なんか短くてなんか言うから短いのよ。気なんか見たことないでしょ皆さん、長いか短いか。気見た人ある？気の短い人、長い人って見たことある？気なんかね、どうでもね、自分が長いと決めれば長くなるんだからね、短いと決めれば短くなるんだよね。私は生まれつき短気でなんて言うとね、何生まれつき短気な人はなんかあれですよね。子供の時からカッ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 言うとしてなんかあれですよね。決めるからそうなんですよ。だからね、私はどうもノロマでなんて決めとるとね、やっぱりノロマになる。決めない方がいいよ、そういうね、つまらんことは決めない方がいい。それからね、自分がね、どうせ決めるならばいいことを決めたらいいですよ。これはもう俺は金持ちになるんだと決めたらいいね。ただですよ、ただせっかく話に来てんだからね、もうただのことは決めた方がいいよ。私もね、いいことを決めることにしたのね。もうそれからとっても楽になりましたね。その前にね、今ここにね、偽物のね、自分をこの自己否定っていうのがね、悔い改めっていうのはね、旧我の否定と古い我を一遍消すんです、これね。それで新しい我を植え付けていくわけです古いままでね、古いままでおったらね、それで伸びないんです。人間はじーっと古いままだったらね、伸びない。どんな大きなね木でも新芽が毎年出るでしょ。100年経った木でも200年経った木でも新芽が出るから生きているんですよ。新芽が出なかったら枯れるんですよ。皆さんでも新芽出さない、この辺から出すわけじゃないんだから頭の前面から出すわけじゃない。それはね、新芽っていうのはね、心の新しいね、芽ですよ、思いですよ。新芽を出さなかったらね、ダメですよ、新しい芽をね。それは新しい思いです。自分の新しい自分です。今まで自分はこんなに思ってたけど、自分にはこんないいとこがあったんだっていうことを気がつくことが新芽ですからね。皆さんね、新しい自分っていうのをね、こう出さない、それが新芽を出すことですね。新芽が出るとね、このどんな木でもね、生き生きとしてくるんですよ。で、新芽をね、出さないようにするとね、もう人間がこの古臭くなってしまうと同じように木でも枯れてきますからね。だから私は何百年経った木でも毎年新芽が出てんだと、毎年新芽が出てんだと。だから人間もね、毎年ね、新芽を出してね、それを伸ばしていかなきゃいけないと。そうしないとね、この縮こまってしまうか枯れてしまうか、どっちかですよ。だからそういうふうにね、これが旧我の否定と、です。で、自分の今までの全ての悪いことはなかったんだということね。八尾藩の和田社長
の話を聞いてると実に素直ですね。そういう点はね、僕のところ気に入って何か言うと、はいって言ってね、もう自分でね、もうこれをやりたいと思ってることでもね、私側に聞きに来て、私がそれはこうした方がいいよって言うとね、さっと実行されるね。あれがあれで成功したんですね。僕は僕が言うことをね、素直にね、さっと聞いた人ってのはもう偉いさと思うんですね。それはできないことですよ、なかなか。リオデジャネイロっていうブラジルでサンパウロの次の大きい都市があるんですね、有名な世界の。あそこにスーパーで、ものすごいスーパーが今できるので、契約をするっていうことになりましてね。それで八尾藩の社長さんが僕のところに来て、あ、それはいいことだ、量を入れるのもいいから出しなさいって言ったらね、社長さんが一つだけ気にかかることがあるんですが、家ができる前に毎月1億のね、家賃を払わないかんって言うんですよ。毎月1億ったら1年で12億でしょ。まだ会社が始まってないのに毎月1億払っていくとね、まだだからその金は全部死んだ金になるでしょ。そこのね、権利を取るだけで大変なとこで、どうしてもそんないいとこでね、もう二度とね、この会社と契約しなかったら出ないからね。そうだからそれを1億払ってもいいから出したいって言うんですよ、彼は。で、私のとこ来て1億毎月出したいって言うから、30万ドルですね、30万ドルちょっと毎月出すってことなんだけども、どうでしょうかって僕に言われたから、僕はね、そういう時答えるのにね、考えて答えたらろくなこと言わんの。神様の人、知恵じゃなくて人間の知恵ですね。人間で私の知恵で考えたらろくなこと言わんですよ。これは私の考えですから。ところがそういう聞かれた時パッと答えが出る時あるんですね。それはやっぱ真相感をしてきちっとしとかないと出ませんけどね。やめなさいって言ったの僕は。あらあらと思ったけど、やめなさいって言っちゃったのね。やめなさいって言ってしまった。そんなのなぜですかっていう、もう僕はどんなことがあったって損したって出るっていうからね、やめなさいって言ったの。どうしてですかって言うからね、ブラジルっちゅうとかね、1年で家が建つって言っても大概ね、2、3年から4、5年かかるよと。まあ後で理由探すの食べるんだよ、それやめなさいって言った。パッと言ってしまったんだから、その理由がわかんないわけ。僕もわかんないんだから。だけど理由がないとも言えないしね。まあね、大体事業をする前から毎月ね、ブラジルから日本からブラジルに金が送れないのに、1億送るの大変なんですよ。そんな金を毎月送るなんていうことだけでも大変でしょと。それからまたそういうのにね、先ね、お金の 利益が入らないのに毎月1億も払ってたら大変でしょと。まあそんなことなんだかんだ言ってたらね、社長がね、その時僕に言われて、はいっちって言ったよ、その時はね。仕方ないような顔して、はいっちってこうやったね。ああ、これはだいぶやりたいなと思ったけどね。後でね、あの時にね、僕にやめなさいって言われた時にもう残念で残念でね、聞かないよかったと思ったって聞いたら、もうこれは先生の言うこと聞いてね、やったらまたいかんからやめなさいって言ったら、はい、これはやめなしょうがないわと思ってね、やめる決心をしたって言うんですよ。そしたらしばらくしたらね、ブラジルからね、視察団が来たんですね。その時に返事をしなきゃいかんって言ったから、僕はやめなさいって言った。そしたら1億の金を出すか出さんかで、うちはそんなもん出さんって言ってね、非常に強く出たんですね。そしたらその向こうが、そうかって言って、それじゃああんたのことはもう縁がないと思ってって言って、高島屋とかね、大きなスーパーや百貨店どんどん行った方も行ってね、契約しようって方も行ったんですよ。ところがどこ行ったってそんなもの契約できるはずがないです。できなかった。最後に帰ってきてね、八尾藩へ帰って、いろんなところの噂聞いたけども、結局あんたとこが一番いいからね、お金はいらんから契約しようって言って、ただで契約できた。もしそのね、1億を契約しとったら、まだ建物建ってないんです。3年ですよ。30億損してますよ。30億払ってなきゃいけない。3年以上ですもん。でもその契約したら、契約したら必ず払わなきゃいけないんですから。これ払わなかったらもう相手が足らなくても何でも大変なことなんですからね。じゃあ八尾藩潰れてますよ。30億もね、どん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 無駄な金出してたら。その時に社長が、あれ先生、ああいう答えどっから出るんですかって言って言うからね、あら神様よ、私は知らんよって言ってね、言っとったんですけどね、何抜き出しふさって言ったんですね。そうさせられるんですね。だからこういうことなんかでもね、30億ぐらいだから八尾藩が大変なことになってることになったんですね。だから
そういう何も僕がねこれ僕がしたんだったらね30億も儲かったんだからまあ3億ぐらいくれっち言える僕は絶対もらわんですよね。もう私がねそういうこと一遍したからね1億でもね3000万円でももらったらねもうダメ、もらったらあそこに指導したら僕は欲がもうなんかもらえると思ったらねろくな指導しないの。今度は人間の知恵が出る。もらうような指導したらねろくな指導しないね。これはまあしかし自動車1台もらったけどねあれ安いもんやあんなの大したうち入らんわねまあそういうことでね皆さんね本当にねこういう偉いですよ。それ聞いたのがね僕はしかし後で、どうして僕はあんな答えしたのかなと思って不思議なんです。自分でも不思議なんですけどね。そういうふうにこうなんかねこうさっとねこうそういう答えが出てくる時がありましてね、ヤマハの社長さんがそれを聞いてもう自分では絶対出そうと思ってるのを出さなかったっていうところが偉いですね。そしたら今度はタワーになっちゃったんだからね大変喜んでらっしゃったですね